どうもこんにちは。プロウクレレ講師の粟田優作です。普段はウクレレ教室の先生をしながら、オンラインでねウクレレ演奏に関する教材などを、多く販売して生計を立てています。ウクレレ講師だけに関わらず、プロのミュージシャンをねどんどん育てていきたい、僕自身そんなに簡単にプロになれたわけじゃなくて試行錯誤たくさんしてきました。失敗もたくさんしてきました。だけどいろいろとね、本業の音楽以外にも学ぶべきことがたくさんあって、それらをね、それらノウハウというかツールとかやり方とかね、いろいろと考えなきゃいけないことがあるので、そのあたりをねこのポッドキャストでも、公開しながら、何かね足しになることがあればなと思って情報発信しています。はい。で今回はですね、ウクレレが上達しないというかね、しにくい、要するに初心者から抜け出せない人の習慣ということでですね、いくつか、ですねちょっと耳の痛い話かもしれませんけど、その辺の話をねしてみたいと思います。で、大前提としてね言っておきますが、この、今から言うポイントにもうイラッとしたり、なんだこいつとか、この粟田優作偉そうになんだとか、上から目線でとか、あと、例えば YouTube のにも音声これ配信しますけど、あのバッドマーク、グッドマーク、バッドマークの下向いてる矢印、手の動きを押した時点で、あなたは基本的には初心者から抜け出せないし、うまくはならないと思ってもらって結構なんで、そういう方は多分気分が悪くなるかもしれないから聞かない方がいいです。どんなことでも受け入れてもらえるような度量がないと多分無理です。これはね。はい。で言っていきますね。そしたらね、まず一つ目、これはね、結構重要なことなんで先に言っときますけど、お金を使わないっていう人なんですよね。これね、ものすごく重要。お金を使わない。楽器を習うのになんで金使わなきゃいけないのって思うかもしれないです。だけどお金を使うっていうのは別に悪いことでも何でもなく、無駄遣いでも何でもなく、ウクレレを買うのもそうです。まずウクレレを買う時点でケチってしまう人、例えば1万2000円のウクレレと7000円のウクレレがあって、7000円のウクレレを選んでしまう人で、自分の所持金は、予算としては1万5000円あったとします。1万2000円のやつと7000円のやつがあって、7000円のやつを選んでしまう、その時点で非常になかなか上達が見込めません。でこれは楽器っていうものを考えてもらったら分かるんですけど、やっぱり高いものには高いなりの理由があるんですよね。でそれでね、5000円ぐらいの差かな、それをその場で長い目で見てじゃなくて、その場でその瞬間にこっちの方が安いからっていう理由で選んでしまう時点で、正直そのウクレレってやっぱりすごい出来が大事なんですよね。その品質が大事、その品質を下の方を選んでしまうっていう時点でもうやっぱり弾きにくい状態であったり、なんかあまりいい音が鳴らない楽器っていうものを選んでると一緒なんですよね。でもその時点で上達するにはものすごく時間がかかるし、なかなかなんでこれから今度例えば教材買ったりね、誰か習いに行くっていうのもやっぱり値段で決めちゃうっていうことになるので、お金を使わないっていうか、お金をなんていうのかな、ケチっていうことですかね。ケチになっちゃうとダメっていうことです。お金っていうのはもうその使う使わないっていうよりも単なる道具なんで、その交換するための価値を交換するための道具だから、こちらがお金を払って何か物を得るわけですよね。例えばレストラン行って偉そうにしてるお客さんって言いますよね。あれって自分がお金を払うから偉いと思ってるんですよ。
でもお金を払った代わりにそのサービスしてもらってるわけですね。食事を作ってもらって出してもらって片付けてもらってありがとうございましたって言ってもらってるから偉いと思ってるけど、こちらもありがとうって言わなきゃいけないんですよ。実際はありがとうございますって言わなきゃいけないんです。だけどもその時点でお金払ってる時点で偉いと思ってる人はそのなんていうのかな、そのお金のかお金っていうものを見誤ってるのでね、まあ、その時点でもあの人間としてまあダメですよっていうことですよね。でこれもあの結局一緒です。お金を使わない、お金を使わないで上手くなろうっていうのはもう無理なんで、うん、まあお金をあの別に使ったからって言って上手くなれるわけじゃないけど、いいものを使う、最初から使ういい教材に投資するっていうのはもうその時点でもう1000歩2000歩ぐらい先行ってる感じなんで、あのお金があろうがなかろうがそれはあのいいものには価値があるっていうことをね理解してお金を使うっていうのは大事なことです。お金を使わないのは本当に最悪なことなので注意してください。はい、で次ですね。次、時間を無駄に使ってしまってるっていう人ですね。これはね、一つ目のお金を使わないっていう話と等価なんですけど、お金を使わないってことは、まあ、自力で独学でいろんなことを探したり、いろんなもののいろんな、ことをあの、まあ、調べたりする時間がめちゃくちゃ かけちゃう。要するにね、そのお金を使わない人ってのはすごく時間を使うんですよね。まあ、時間を使うのはいいです。いいんですよ。まあ、それはそれでいいんだけど、それってあの結局あのお金を使えば済むだけの済む問題を、まあ、もうその数百円数千円を使いたくないためにあのものすごい時間の浪費をしてしまって、結局その上達に近づく、もしくは自分の引きあの描く未来ですよね、まあ、素敵な音を出して弾きたいっていうことに対しての、 その、うん、未来に投資するためのね、その、うん、チケットをあのミス見過ごしてあの一生懸命歩いていこうとする、すごく遠くの場所にね、そういう感じです。だから時間をめちゃくちゃあの使ってるっていうことに意識がないんで、まあお金をあのケチってそれでまあ得した気分になってるってことなんですよね。でお金をあのケチって得した気分になるっていうのはもうあの幻想でしかないので、そういうことはねぜひあのもうやめた方がいいですね、今すぐね、うん、まあその辺はすごく大事なことですね。時間を本当に無駄遣いしちゃうとあのとんでもなく損をするので、注意をしてください。はい、で、3つ目なんですが、何でも人のせいにしちゃう人、ね、で例えばなんですけど、うん、何か教材を、まあ、買いました、まあ、1500円でも1000円でも、うん、1万円でも2万円でも3万円でもいいです。買いました。で自分が信じて買ったものに対して、あ、これ全然価値ねえわとか、なんでこんな高いんだよみたいな、これって言ってくる人もいるんですけど、これってね、要するにあの教材が自分に合ってないだけなんですよね。もしくは自分がその教材にあのを学ぶレベルに達していないっていうか、受け取れないってことなんですよ。どんなに安いものでも高いものでも、その値段っていうのは、そのなんていうのかな、その商品の価値を単に、完全にその等価ってものはないですよね。例えば、100円で1個卵買う人もいれば1000円で1個の卵買う人もいますよね。これって売り手と買い手が合意すれば別にいくらで売ってもいいでしょ、いいんですよね、そもそも。で物ってあの物でもことでも情報でも、これが本当に1万円の情報なのか1000円の情報なのかって、それをあの判断する人が、その買う人と売る人が合意して決めることであって、でこれは間違って、これは高すぎるとかっていうのはもう基本的にもうその人がそういうものを受け取るレベルにないってことなので、もう結局ね、あのお金の価値観と一緒なんですよね。まあ、つながるところなんですけど、そういう人ってこの教材はそんな高いのはおかしいとかね言っちゃうんですよね。
でこれはもう自分がその値段で買ったとかじゃなくて、買ったから損したとかじゃなくて、自分がそれを理解できるレベルに達してないから、それはもうあの作ったやつが高くしすぎだとか、あのなんていうのかな、取りすぎだとかね、そういう発想になってしまうんですよね。あの同じ教材買ってもね、もうほとんどの人が満足してくれるんですよ。だけどもうちょっとでも自分が理解できないようなことが楽譜に書いてあったりすると、これはこの、作り手は間違ってるとかね、そういうことをまあ言っても、自分がそこから学べることを学ぼうとせずにね、自分は正しくて、相手が作った人の伝え方が悪いとかね、そういう発想になってしまうんですよね。で、まあ僕なんかだと、例えばですけど、一般的な、ね、タブ譜をね作らないです。基本的にはほとんど作らない。でこれも散々言ってきてるんですけど、なぜかっていうと、音楽的な本質がわからない、理解できないからです。タブ譜っていうのは、要するにね、僕の表現で言うとね、例えば英語で、まあアルファベットで英語を書くじゃないですか。I am I am は、Japanese とかね、書くじゃない。あれをカタカナで I am a Japanese っていう書いてるようなもんなんで、あれそれって本当に英語圏に通じる英語なのかっていうと、多少はそれは理解してもらえると思うけど、本質的には滑らかな言語になってないですよね。カタカナで書く英語ってあれと同じなんですよ、タブ譜っていうのは。だからすごく分かりやすいんだけど、英語を喋るにはカタカナっていうのは。だけどそれ実際使えるのかって言ったら、表現としてはあんまり通じにくいっていうことがあるでしょ、うん、でだけどそれを書かない、それで伝えてくれないっていうことで、この間怒ってる人いましたね。それはもう本当にそこから学ぼうっていうんじゃなくて、あ、これで五線譜もタブ譜も理解できたっていう理解じゃなくて、結局その他のめちゃくちゃ分かりやすく親切にタブまで起こしてくれて言ってくれる講師と違って、この人は最悪だというね、難癖をつけてきたんですけど、本当に愚かな人なんですよね、そういう人って。結局もう自分がそこから学ぼうっていうんじゃなくて、もうこれはこんな分かりにくいことを書いてくるのは、もうなんていうのかな、最悪だみたいな感じで、自分は悪くなくて相手が合わせてくれなきゃいけない。要するに自分の中に問題があるんじゃなくて、もう他人が問題だから、自分に合ったことを教えてくれるやつはどこかなずっと探してるんですよね。自分がわからないことを言ってきたら勉強しなきゃいけないっていうこと、楽ではない教え方をされたら怒っちゃうっていうね、そういう感じなんですよね、うん、でほとんど僕そのタイブリッド譜っていうね、五線譜とタブ譜を組み合わせた楽譜を使って指導してるんですけど、もう 99% の人がそれ満足してます。逆にそれで良かったと、それからめちゃくちゃ学ぶ、音が立体的に見えるようになったとかいうことがほとんどなんで、要するにね、そこから何を得られるかってことなんですよね。どんなにいい情報を出しても、受け取る本人が、まあ、ダメダメというか、足りてなかったら、それを受け取るに足りてなかったら、あと受け取る姿勢が、もう自分は金払ってるから分かりやすく説明しろみたいな感じでいる方は、基本的にはもう上達絶対にしませんよね、うん、しませんし、まあ基本的にも姿勢がもうダメなんで、未来はないぐらいの話だと思いますね、まあ、今回はこれぐらい3つのお話にしてみました、ウクレレが基本的には上達しないと、まあもうしにくい人の特徴です。まず1つ目は、基本的には解決しやすい問題です。お金です。これは別にお金を払ってほしいとか、払ってほしく、お金を僕にくださいとか、そういうことじゃなくて、結局何かを得るには、その対価を払った方が早いですよということ。
で時間は結局お金で買えるので、そのお金に対するね、なんかその使うことに対する嫌悪感って多い人多いんですよね、ある人多いんですよね、貯金ばっかりして使わないっていう人ね、うん、数百円数千円のあのをもう本当にケチに貯めちゃう、で安いものばかり買って、安い100円200円のものばかり買ってね、結局何もあんまり活用できないみたいなね、うん、なんかそこの2つ目はまあ時間なんでちょっとコントロールしづらいですけど、お金さえうまく使えればね、本当にうまく、なんていうのかな、ことが運びますよということで、3つ目に関してはこれは本当に性格の問題もあるので難しいんですけど、マインドが変わらないと基本的にはもうこれ治らないです。だから僕がなぜウクレレ、うん、YouTuber みたいなあれ講師の中でマインドの話とか、な考え方の話が多いかっていうことなんですけど、これも、まあ、明らかにそういうことなんですよ。なんか要するに技術だけいっぱいなんかただで教えてくれる講師っていくらでもいるし、同じようなことってみんな言ってるんですよね。僕と言ってること同じようなことも言ってる人も多いから、別にそれはそれでいいんですけど、結局そこばっかり詰め込んでも何もならないんですよね。その学ぶ姿勢っていうか、自分がどういうスタンスで学んでるかっていう認知ができてないと、まあ基本的にはもう無理ですね。全部人のせいになっちゃうんで、こういうことを教えてくれなかったから、お金僕まあもうそういう人ってお金払わない、そもそもお金が払わないんですけど、何て言うの、こういう僕は私はお金払ったのにこんなことも教えてくれないとかね、分かりにくいとかね、もう結局全部人のじゃないですね。基本的にね、問題って全て自分の中にあるんですよ。結果も何も全て自分が結果引きを呼び寄せてるんで、それを分からないっていうのはもう基本的にも難しいですね、うん、はい。ということでいかがでしたでしょうか。もうこの話聞いてもう激おこで、あれバッドマーク、うん、グッドボタンじゃなくてバッドボタンみたいなの押した人はもうその時点でもう無理です。もうこっからこの現実から目を背けてしまうっていうのはあれはないんで、もうすぐ登録解除した方がいいですね。チャンネル登録ね。だから僕はなんていうの、どこぞのウクレレプレイヤーさんみたいに優しい言葉ばっかり言うわけじゃないんで、そこはね本当に本気の愛で皆さんに接したいのでね、こういうちょっと痛いお話もしますが、もう嫌悪感というか、いやうわって思った時点でそれはもう負けだと思ってください。こういう話をなるほど面白いなって、ここまで言う人もいるんだって思う時点でもそう思った人は絶対に成長できますので、はい。ということで、いかがでしたでしょうか。何かねご意見あったらどんどんコメントしてみてください。はい、それではまた次の機会にお会いしましょう。さようなら。